第1ステージは横浜消防局消防艇と横浜海上保安部巡視船による海上放水をご覧いただきます。皆様どうぞ会場をご覧ください。会場中央で放水を開始した方が消防艇守りです。昨年度更新した守りは全体サイズはコンパクトになりましたが、小型救助艇や電動油圧式クレーンを装置し水難救助能力が向上しました。また毎分3万2千リットルを放水できる大型消防ポンプと電動式放水銃などを装備しており、さまざまな火災へ対処する能力も強化されています。続いて向かって左側で放水を開始した船は消防艇横浜です。コンビナート火災や大規模な市街地火災に対応するため毎分6万リットルを放水することができる大型消防ポンプを装備しています。横浜港以外の遠隔区域を航行できるレーダーや夜間でも安全な航行ができるよう赤外線カメラなどを装備しています。最後に向かって右側で放水を開始した船は横浜海上保安部所属の巡視船浜雲です。平成11年に建造された消防機能強化型巡視船と呼ばれております。一般的な巡視船のおよそ3倍の放水能力を有しており、これまでに発生した火災事故に対して現場最前線で消火活動を行ってきました。第1ステージのフィナーレに3体の消防艇巡視船による海上放水をご覧いただきます。第2ステージは横浜市消防団と消防隊による放水をご覧いただきます。本日一斉放水の指揮を執るのは金沢消防署富岡消防隊の岩口正和隊長です。消防隊が放水を開始しました。放水を実施するのは左から鈴木消防団第4分団、朝日消防署石沢消防隊、金沢消防署富岡消防隊、東北消防署小津久井消防隊、青葉消防署鴨志田消防隊です。向かって左側で放水していますのは鈴木消防団です。鈴木消防団第4分団は横浜市で唯一消防ポンプ車を保有している消防団です。先日も市内で発生した火災に消防隊と連携した消火活動を行うなど、市民の安全安心をお守りするために日々消防団活動に取り組んでいます。第3ステージは消防艇、巡視船、消防団、消防隊による一斉放水をご覧いただきます。横浜消防出初め式第1部のフィナーレ、新春を飾る迫力ある一斉放水を皆様どうぞご覧ください。
航空消防隊は複雑多様化する災害に対応し、市民の安全安心を空から守るため各種航空活動を行っております。